こんにちは。思い切ってイメチェーンをしてみました。くるくるパーマの大山俊です。まだまだ僕自身、そして皆さんもですね、違和感があるかなと思うんですが、まあ時期慣れるでしょうということで、まあ新しいスタイルでやっていきたいなというふうに思っています。 今回のテーマなんですが、大人の夏の靴はこの3パターンだけあればいいというですね、まあある程度数を限定した動画をですね、皆さんにお届けしてみたいなというふうに思っています。まあ夏の靴事情というと、まあとにかく暑いので、まあそんなにですね、こう、おしゃれにめちゃくちゃ気を使うというよりは、涼しくてなおかつ快適なもの、ここにですね、優先順位が高くなってくるかなと思うんですね。まあ僕もですね、夏のシューズ いろんなものを持ってますが、まあ、定番的な靴からですねちょっと夏っぽいサンダル系とかいろんなものを持っていますファッションっていうのはですね足元を変えるだけで全然印象が変わりますので 今回ご紹介する夏に適した3パターンの靴ですね。一応3つの種類には分類されてるんですが、この1つ目の中でもいくつか選択肢があるので、まあ、今回の動画を参考にしながら皆さんにしっくりきたものをですね、ぜひですね、揃えていただければなというふうに思っています。結構ですね、今年はいろんな靴を買ったんですね。僕にとっても新鮮なものが多いので、まあ、今年の夏楽しみなんですが、ぜひですね、いつも通りのファッションでも足元が変わるだけで全然今 ぽくなるんですねそれだけ足元というのはトレンド感というところが出しやすい項目でもあるかなと思うのでぜひ今回の動画を参考しながら夏の着こなしをお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということでここからはですね具体的に夏の靴皆さんにご紹介したいなと思うんですが一つ目のジャンルはですね レザーのサンダルというものなんですね。 まあ今年いろんなショップを回ってると、まあ、圧倒的にレザーサンダルが多いなというのを実感するんですね。まあ本当に去年とかその前ぐらいからレザー系のサンダルってじわりじわりと来ていたんですが、それが今年さらに人気が高まっていて、様々なショップでも見かけることが増えたかなと思います。まあ代表的なものがですね、こちら2パターンあって皆さんにご紹介したいなと思うんですが、もう一気にいっちゃいますね。まず1つ目はですね、こちら。 グルカサンダルというものですね。そしてもう一つがですね、まあこういったレザー素材のサンダル。もう代表的なのはもうまさにビルケンシュトックですね。このあたりがですね、非常に勢いを感じる旬なシューズかなというふうに思っています。 まあグルカサンダルは僕の動画の中でもよく出てきますよね。まあ、ちょっと形状としては独特ですよね。見てください。まあ、これはですね、レザーシューズとサンダルの中間、まあ、良いとこ取りのようなアイテムになっていまして、割とですね、ここ数年トレンド的になってきたのが、徐々にですよ、少しずつ多くの方に受け入れられるようになってきたかなと思いますが、 まだまだですね、違和感を覚える方も少なくないのがグルカサンダルですね。だからこそ取り入れるとおしゃれに見えるというところなんですが、まあ、僕は普段ですね、去年購入した GU のグルカサンダルをですね、皆さんにお伝えしてましたが、今年はちょっと形が違いまして、現行で買えないんですね。 ですので、ちょっとこう、今買えるものというところでお勧めしたいものはですね、ビューティアンドユースのオリジナルのもので、これなかなか良かったんですよ。まあ、レザーの質感もいいですし、あとはこのベルトですね。 このベルトがちょっと太すぎるとなかなか使い勝手が良くないんですよね。そして細すぎると結構当たるんですよ。ですのでこれぐらいのレザーの幅の感じがですね、個人的にはすごくいいなと思います。そして軽くてですね、ソールもこう、かなりクッション性があるので、履き心地のいい一足に仕上がってるんですが、こういったグルカサンダルというものを 短パンに合わせてもいいですし、ブラック系のパンツにも合います。結構ですね、何にでも合ってしまうんですね。ジャケットを着たような今の僕のスタイルですね。セットアップに足元グルカサンダルというのも意外と相性がいいので、かなり使い勝手がいいのがグルカサンダルです。外しの要素としても機能してくれるし、トレンド感も出せるというところは非常に優れた一足かなと思います。そしてもう一つですね、レザー系のサンダルの中でも、 もう少し普通にこうカジュアルな感じで使えるのがこういったビルケンシュトックのサンダルですね。 もう定番中の定番で、僕は高校1年生ぐらいからかなそれぐらいからの付き合いで、すごくですね、愛着のあるサンダルのブランドなんですが、今年はですね、結構別注バージョンが多くて、まあ、さらに勢いを感じているのが、こういったビルケンストックのサンダルなんですね。まあ、サンダルの中でもレザー素材、こちらはスウェードなんですが、まあ、上品な雰囲気が漂うので、大人の男性にも似合いやすいというところ、そして何と言っても履き心地も素晴らしいんですね。 まあそういった点で決して安くはないんですよ。特に高校生の頃僕はビルケンストックのサンダルですね、かなり高いなというイメージがあったんですが、今でもですね、安くはないけども、頑張れば大人の男性であれば買える価格かなと思います。 僕が今持ってるのはですね、こちらはエディフィス別注のビルケンストックのサンダル、チューリヒというモデルなんですが、まあ、スウェードで、えっ、ー、と、足との接地面がブラックになってるんですね。通常はベージュで結構ですね、汚れが目立ちやすかったりするんですが、こういった別注バージョンのブラックの足裏の部分はですね、すごく使い勝手がいいかなと思います。まあ、どういった場面に使うのかというと、こちらのが綺麗目です。同じサンダルなんですけども、まあ、どれぐらい足が見えるのか、 足の見える分量によって、綺麗めとカジュアルが分かれるんですね。サンダルの中では、グルガサンダルが、ま、かなり綺麗めなジャンルに入ると思います。セットアップにも合わせられます。ただ、こっちはなかなかセットアップには合わないですよね。短パンのスタイルだとか、あとはブラックのパンツだとか、白パンの外しだとか、そういった形で使ってもらうといいかなと思うので、こういったレザー系のサンダル、特にいいかなと思います。まあ、ビルケンストックはいろんな形がありまして、 アリゾナと呼ばれるような、日本のストラップがついてるようなもの。これがですね、定番的で僕もよく履いてるんですが、この中力というね、甲をしっかりと、 抑えてくれるようなモデルっていうのは少しツー向けのデザインかなと思うんですが個人的には今年このチューリッヒがですねなかなか雰囲気がいいかなと思うので楽しみたいと思っていますこんな形でレザー系のサンダルは、まあ、初級者の方というよりは中級者の方に特におすすめなのでぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っていますはい続いて2つ目の夏に適した靴のジャンルなんですが スポーツ系のサンダルというジャンルになるんですね。ここはここで特にこう外遊びをするとき、アウトドアをするとき、海に行ったりするとき、そんなときにですね、めちゃくちゃ使い勝手がいいんですね。まあ先ほどのレザー系のサンダルというのは、どちらかというと、ちょっとこう小綺麗な着こなしに合いそうな感じなんですが、 今回ご紹介するスポーツサンダルはもうちょっとラフな T シャツ短パンのスタイルとかもう思い切ってアウトドアに振ってしまう時なんかにはめちゃくちゃ使えるかなと思うので皆さんにご紹介したいなと思うんですがこれも2パターンご用意をしていますお好きな方をですねぜひ選んでいただきたいと思いますし他にも選択肢があるんですがまずはですねこちら、まあ、今年話題になっているですね ウーフォスというブランドのリカバディサンダルと呼ばれるものですね。これ、まあ、僕の動画の中でもですね、ちょっと出てきてるかなと思うんですが、もうシンプルなビーチサンダル系の形をしているんですが、まあ、横から見た時にこう上に向かっていくほどこう綺麗にカーブしていくようなデザインになってるんですね。そのおかげでこう踏み込みがすごく楽なのと、あとは接地面がめちゃくちゃこうふかふかしてるんですね。 ふかふかというか、ムニュムニュしてると言った方がいいですかね。その表現が一番僕の中ではしっくりくるんですが、すごく履き心地もいいですし、なおかつ軽い。なので、使い勝手もすごくいいですし、今まさにトレンド的なシューズなので、まあ一足持っておくのもいいんじゃないのかなと思います。僕はちょっと特別な一足が欲しいなと思ったので、アンドワンダーというですね、まあアウトドアを得意としたブランドとのコラボレーションモデル、まあ別注版ですね。こちらを購入しました。カラー展開も結構豊富なブランドではあるんですが、 個人的にはですね、もうデザインがかなりカジュアルなので、ブラックで引き締めた方がいいんじゃないのかなと思います。こういった足元でトレンド感を出すという形もいいかなと思うので、もう B3 を履くんだったらこのウーフォス、かなり今年は旬なのかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいと思います。 ノースフェイスだとか、パタゴニアだとか、まあそういったもの、あとはグラミスとかもいいですね。そういった短パン、スポーティーな短パンとめちゃくちゃ相性がいいので、ぜひ皆さんもウーフォスのサンダルはチェックをしていただきたいなと思っています。そして昨日ですね、まだ買ったばかりのサンダルがこちらなんですね。他オネオネというブランドで、僕はですね、以前スニーカーを持っていまして、 吐き倒してしまったんですが、そちらのですね、こうスニーカーとサンダルの間のようなものですね、レザーシューズとサンダルの中間がグルカだとしたら、普通のスポーティーなスニーカーとサンダルの中間がこちら、ホカオネオネのホパラというモデルなんですね。これはですね、僕は前から気になっていたんですよ。というのも、YouTube のコメントで、えー、っと、ホカオネオネのサンダルどう思いますかというのはちょこちょこといただいてまして、僕も気になっていたんですが、 昨日ですね、ようやく実物を青山の H Beauty and u の店舗で見ることができまして、履いてみたらもうめちゃくちゃ良かったんですよ。なので即決して買ってきたわけなんですが、結構前から見ると5つ目のスニーカーに見えますよね。 他オネを練って結構ソールが厚めのですね、ボリューミーなデザインが結構特徴的なんですね。そこをうまくですね、活かしながらサンダルにしてまして、このアッパーの部分もですね、間が空いてるんですね。隙間が空いてると言いますか。ここからですね、足が見えたりだとか、あとは結構ホワイトのソックスとも相性がいいんですが、まあ、履いた時にですね、ソックスが間から見えるような形になってまして、軽快な雰囲気になります。あと、かかとですね、しっかりとここはあるんです。 ですが、まあ、間が間空いてますよねこの部分が、まあ、風通しも良くてサンダル風になってるんですが履き心地がこれまためちゃくちゃいいです。 僕もね、結構驚きがあったのが、こちらの、他オネオネのですね、ホパラなんですが、見た目もいいし、なおかつ、履き心地もいいと。まあ、癖はありますよね。ニューバランスと同じような、どちらかというと、ダサかっこいい系の路線なんですが、ニューバランスの方が、もうちょっとこう、定番的な安心感のある見た目で、この他オネオネの方が、ちょっとこう、先進的な、今っぽさを感じるようなデザインで、まあ、両者のですね、違いというのは、明確にあるかなと思います。 色はですね、僕はブラックベースにホワイトのソールというのが合わせとしてはすごく鉄板で使いやすいのでこちらを選びました。紐もですね、ちょっとこう、なんだろうな、このようなストラップになっていて簡単に緩めたり閉じたりができるのでそういったところも含めて使い勝手もいいなと思うので夏場のサンダルなんだけども結構ガンガン歩けるというところではこちらのホパラもなかなかいいかなと思います。まあ、どちらしてもコーディネートとしてはそんなに変わらないですね。ウーフォスにしても他オネオネにしてもどちらかというとボトムスは 太めのパンツとかそういったものにも合わなくないですが、ショートパンツがやっぱり相性いいですね。スマートアンクルパンツとか綺麗めのスラックスっていう感じじゃないですよ。そういったものだったら、先ほどのレザー系のサンダルの方が相性がいいかなと思うんですが、ここまでカジュアルになってしまったら、 ボトムスもある程度はカジュアルさを出した方がいいかなと思うので短パンにこれを履いてちょっと足元にインパクトとボリューム感を出してあげるっていうのもいいんじゃないかなと思うのでこういったものあとはですね苗木のエアリフトとかそのあたりもですね同じ路線に入ってくるかなと思うのでスポーツ系のサンダル皆さんのライフスタイルに合っているのであればぜひですね選んでいただければなと思います、まあ、ちなみにですね先ほどご紹介した こういったレザー系のサンダルとこのようなスポーツ系のサンダル似合う人がやっぱり分かれるんですよね。例えばスポーツをやってるような アクティブな雰囲気のある方だったら僕はですね結構スポーツ系のサンダルがですね相性がすごくいいと思うんですね一方でちょっと文化的な香りのするような体育会系というよりはインドア派の方とかそういった方にはですね真面目なタイプの方にはレザー系のサンダルはすごく相性がいいかなと思うので、まあ、そういったところで似合う似合わないというところをですね一つ基準として持っておけばいいかなと思います僕はですね正直どっちも好きなのでどっちも履きたいなと思うので、まあ、そういった方 方も多いかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3つ目のジャンルなんですが、もうシンプルなスニーカーですね。 これは正直ですね、季節関係ないです。もう一年中持っておいて損がないスニーカーというジャンルは、やっぱり夏の着こなしであっても持っておいた方が絶対にいいと思うんですね。まあ本当にどのような着こなしにも合うんですよ、正直。短パンにも合うし、ブラック系のパンツにも合うし、デニムにも合うしっていうような、まあなんかこう、間違いのない一足というものは必ず揃えておいた方がいいかなと思うので、スニーカーを2種類皆さんにご紹介したいと思います。 これはも復讐的な意味合いが強いので、ぜ、ま、ひ、あ、そんな感じで見ていただきたいなと思うんですが、2足用意したのはこちらですね。まず鉄板は白レザースニーカーですね。まあ、特にですね、春夏、夏場なんかは、まあ、清涼感があるような色合いというのはすごく相性がいいと思うので、まあ、ブラックのレザースニーカーも悪くはないと思うんですが、まあ、今回はホワイト系のレザースニーカー、オールスタークッポンを持ってきました。これはもう鉄板ですね。まあ、例えばブルーデニムにも合いますし、 あとはブラック系のスラックスにも合いますし、短パンにも合いますし、 あとはですね、カーゴパンツみたいなオリーブ系の色合いにも合うので、まあ正直ですね、合わないものはない。白系のパンツと白い靴だと、ちょっとこうやりすぎ感はあるかなと思うので、白パンぐらいですかね、合わないのは。あとは全部合ってしまうので、まあそういった点ではもう一つ持っておくと間違いがないのは白レザースニーカーかなと思います。ですので、これはですね、初級編という形で持っておくといいようなスニーカーになっています。そして、足元 にトレンド感とか今っぽさを出すという意味ではやはり外せないのはニューバランスという選択肢ですね。 これまたもう間違いないかなと思います。もう今年はですね、これ一択と言ってもいいほど非常に旬なスニーカーだと思っています。まあ、ニューバランスはね、こうクラシックな雰囲気で、ちょっとこうホワイトのレザースニーカーに比べるとデザイン的には癖があるんですよ。いわゆるおじさん臭いと言われるようなスニーカーではあるんですが、そこか、その癖がですね、おしゃれが好きな方にとってはたまらない部分があって、僕もニューバランスって正直ですね、今から10年ぐらい前なのか 初めて買ったのは、それまではあんなにダサいシューズを何がいいんだろうっていう形で、結構雑誌とかを読みながらもう全く理解できなかったんですよ。ですが、実際ですね、試着をしてみて、合わせてみると、ん、なんかやっぱりダサいよねと思いながらも、見慣れてくると、 あれなんかいいような気もするぞという形で、徐々に評価が上がってきて、まあとりあえず買ってみるかと思って買ってみて吐き込んでいくと、徐々に評価が上がっていくというのが、 このニューバランスのスニーカーなんですね。まあこういった白レザースニーカーってある意味で評価ってそんなに変わんないですよ。最初から癖がないので、まあ第一印象から悪くなくて履いててもそんなにイメージは変わんないんですが、こっちは最初の第一印象は悪いです。なんかあんまりこうかっこよくないよねっていう感じがあるんですけど、付き合っていくうちに味わい深くなってきて、もうそのうち虜になってしまうというような、そういう人っていますよね。まあそういうタイプがニューバランスなので、ここは好き嫌いは分 分かれるかなと思うんですが、まあ、白レザースニーカーなのか、グレー系のニューバランスか、もしくは最近はネイビー系のニューバランスも結構増えてまして、そういったものの方がよりシャープに見えるので、ちょっと僕もね、一足ぐらいは手元にあった方がいいかなと思うので、買い揃えてみたいと思いますが、ぜひ皆さんもですね、こういったスニーカーはもうオールシーズン使えるので、どちらか気に入った方をですね、チェックをしていただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、 大人の夏のシューズはこの3パターンだけあればいいというテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあこのくるくるのね、見慣れない大山俊にもですね、この十数分を経て少しずつ皆さんも目が慣れてきたかなと思うんですね。この髪型はですね、このシューズの中で言うとニューバランス的な立ち位置かなと思ってまして、最初の印象はちょっと違和感があってもだんだん味わい深くなってくるとですね、信じてやまない大山俊がお届けしましたが、 まあどれもですね、使い勝手がいいんですが、人によってどれがしっくりくるか違うと思うので、ぜひですね、今回6パターンご紹介したので、その中で気になるものをですね、ちょっとずつ買い揃えていただければなと思っています。ぜひコメント欄にですね、どれが好きですとか、どれが気になりますという形で書いていただけると、僕も参考になるので、どしどし書き込んでいただければなと思っています。僕もね、結構この中では、今年買ったものがめちゃくちゃ多いんですね。 ほかおねと、この、ビューティーユースの、え、グルカ、そしてこの、ビルケンシュトックとか、あとは、 ウーフォスもそうですね。もう新メンバーが結構揃ってるわけなんですが、まあそれぞれ立ち位置が違うので、シチュエーションに応じて使い分けていただくといいかなと思います。アウトドアでガンガン使いたいのであれば、ウーフォスだとか、このあたりがいいと思います。あとは他オネオネですね。ちょっと小綺麗なサンダルというところで、セットアップで合わせたいんだったら、グルか一択ですし、まあ楽なんだけども、一定な小綺麗さを出したかったら、 このようなビルケンストックがいいかなと思います。あとはもうね、あんまり気にせずにガンガン着たいんだったら、白レザースニーカーなのか、ニューバランスのスニーカーなのかっていうところがあれば、もう間違いなく夏は回せるかなと思うので、ぜひこのあたりチェックをしていただければなと思います。まあそれぞれですね、概要欄にリンク貼っておきますので、気になるものをチェックしていただければなと思っています。まあこんな形で、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けの アイテムですとか、コーディネートの紹介に関しては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。だいたいですね、週に1回ぐらいのペースで、ライブ配信もやっていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。 また最近ですね、オンラインサロンというものを始めました。そちらはですね、なかなか動画をゆっくり見る時間がないよなという方のために、すごくですね、コンパクトに文章と写真でおすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説を行っていますので、こちらも合わせて気になる方はですね、概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。